校村上宗隆、打率、169。村上宗隆、現在の成績、打率、169、打席74、打数59、安打10、二塁打3、三塁打0、本塁打2、三振27、四球14、四球1。インコースのストレート打てないのがバレたからじゃない。まだビビって勝負避けられてるところ多いけど、バレてガンガン勝負してくるようになったら終わりやね。あんな顔のくせに調子乗って女遊びしてるからやろ。まだ勝手にビビって四球くれるから見れる数字になってるけど、そのうち四球出す必要ないと気づかれてもっと成績落ちるパターンやん。山田とかまさにそんな感じだったし。日本一になって未完王になったし、WBC でヒーローになったんやから、もうやることないやろ。フォーム変えないと無理やと思うわ。去年のいい時の感覚追いすぎ。去年の55本塁打の後はずっと不調だな。村上ってムードメーカーみたいに前は言われてたけど、そうでもないよな。WBC とかも打ってる時は機嫌ええけど、打ってない時はずっとふてくされてたし、調子悪いと露骨に態度悪くなる。昨日もバット叩きつけてたしな。昔の村上、速い球打てない、コンタクト率悪い、ボール球スイング率悪い、打率は2割前半、三振多い。前世紀村上、地球に速い球打てるようになって、コンタクト率とボール球スイング率改善、打率3割超え、三振少なくなる。今の村上、速い球打てない、コンタクト率悪い、ボール球スイング率悪い、打率は2割前半、三振多い。どう考えてもメジャーは無理です。日本で王の記録超えよう。あの女ゴルファーの件って、村上が入れ込んでるんじゃなくて、女の方が村上にぞっこんって聞いたけど、マジ？村上やるやん。そら可愛い彼女ができたんやし、野球どころじゃないやろ。まあどうせこいつは上げてくる。それよりも内山長岡あたりでこじりまくってたのに、ダメダメなのほんとくさ。去年もこの頃はあんま打ってなかったんじゃない？岡本がすごい打ってたイメージどう？アスリート同士の熱愛報道で好感度上がったのに、謎発言で一気に下がったな。インコース攻め増えたよな。去年はアウトコース一辺倒多かったけど、オフに遊んでたって言うけど、WBC で遊ぶ暇なんてなかったやろ。結局松井秀喜には勝てなかったか。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけて、コメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。